はい、皆さんこんにちは、足尾寺です。いつもご視聴ありがとうございます。ここは上総中野駅です。先ほど小湊鉄道線の列車を当駅で降りました。上総中野駅は小湊鉄道、小湊鉄道線といすみ鉄道、いすみ線の終着駅となっており、両線を乗り継ぐことができます。今回は五井駅から小湊鉄道線で上総中野駅へ、同駅でいすみ鉄道、いすみ線に乗り換え、大原駅まで房総半島を西から東へ横断してみたいと思います。この動画は後半として、いすみ鉄道、いすみ線、上総中野、大原間の乗車の様子をお届けします。前半の動画もぜひご覧ください。右上の i ボタン、または概要欄のリンクよりアクセスをお願いします。見学は2024年5月です。よろしくお願いします。駅舎前景です。小湊鉄道線もいすみ鉄道線も車内生産方式のため、駅内は待合室のみとなっており、いわゆる駅業務はありません。それでは再び入場して、今度はいすみ鉄道、いすみ線の列車に乗りたいと思います。いすみ線列車は反対側のホームが乗り場となっています。構内踏切を渡ります。乗ってきた小湊鉄道のキハ205です。そしていすみ鉄道の車両、見た目は旧国鉄キハ 20K にそっくりですが、中身は2015年製の新型機動車で、いすみ300型、350型の増備車です。しかし車両形式はキハ20-1303を名乗っています。では小湊鉄道五井駅で購入した房総横断記念乗車券で、いすみ鉄道、いすみ線に乗車します。上総中野駅を出発します。向かって左方向に分岐している線路が駅五井型で、小湊鉄道の線路に接続しています。上総中野駅出発時点で乗客は合計9人。西畑駅です。駅前に小学校があります。列車は山深い様相の箇所を走っているようですが、標高はそんなに高くはない丘陵地の中です。房総半島の地形は小高い丘陵地がスキー競技モーグルのこぶ山のように散在している地形で、これからいすみ線が下っていくいすみ川はそのこぶ山を縫うように蛇行して流れています。しかしいすみ線はいすみ川の蛇行をショートカットするルートを取るため、車窓には丘陵の切通しと里山の平地が交互に現れます。房本駅を出発します。この駅構内には大きくなった桜の木々が群生しています。そして桜の周辺には一面に菜の花も植えられており、ピンクと黄色の見事な花風景を楽しむことができます。いすみ線沿線にはこのような箇所が数多くあり、特に菜の花は地元と協力して植栽しており、いすみ鉄道のシンボル的存在ともなっています。
いすみ線は2023年9月の台風災害により大きな被害を受けました。特に被害が大きかったとされる房本久ヶ原間の倒木の現場を通過します。久ヶ原東房本間の桜と菜の花のスポットを通過する際、運転士さんによる案内がなされました。東房本駅に停車。この駅裏には梅の木の群生。大滝駅に接近します。運転士さんの案内によれば、駅手前の鉄橋の上から大滝城天守が望めるとのこと。ただし、このお城の天守自体は1975年に推定復元されたもののようです。そして大滝駅に到着します。大滝駅出発です。大滝駅はいすみ線のほぼ中間地点に位置する駅で、構内には車両基地といすみ鉄道本社が併設されており、同線の運行拠点となっている駅です。大滝駅からは帰宅の高校生が乗車してきて、座席の半分程度が埋まりました。まだ11時前なのでテスト期間なのかもしれません。走行スピードは時速 55km 程度、いすみ線の最高速度は時速 65km です。大滝駅を出るといすみ川の中流域に入り、広い田園風景が見られるようになってきました。大滝から2駅約 7km 進んだ国吉駅です。ここでまとまった降車がありました。大滝駅国吉駅間の中特間利用も結構あるようです。国吉駅を出発します。構内には廃車となったいすみ200型、キハ28、キハ35が保存されています。キハ28は足場を組んで塗装中のようです。上総東駅です。この駅は国鉄木原線時代には防線駅でしたが、いすみ鉄道になって行き違い駅となりました。上総東駅を出ました。終点の大原駅まであと2駅なのですが、上り勾配が顕著になってきました。これまで並行していたいすみ川がそのまま大原まで下っていくのだろうと思っていましたが、どうやらいすみ川は大原の北方、台東駅の方に流れていっているようです。いすみ線はいすみ川水系ではなく、大原駅近くを流れる塩田川水系へと向かうべく、小さな丘陵地を越えていくようです。小さな峠を越え、再び広い田園風景の中、西大原駅に接近です。線路の先に家々の屋根の連なりを見ながら、終点大原駅へと進みます。大きく右にカーブし、外房線の線路に寄り添いながら大原駅に進入していきます。分岐器を左方向へ、1番線に進入します。到着です。いすみ鉄道大原駅ホームです。構内は一面二線、右側が1番乗り場、左側が2番乗り場です。
2番線の脇にいすみ線起点となるレイキロポストが立っています。ホームから出てみましょう。小さな拉致が残っています。待合空間です。駅舎に入ります。駅舎の中はいすみ鉄道の物販店となっています。乗車券券売機です。通常の乗車券のほかに1日フリー乗車券や房総横断記念乗車券も購入することができます。 JR 大原駅に入ります。 JR 駅のコンコースです。駅前広場の様子です。いすみ鉄道大原駅駅舎の様子です。JR 大原駅駅舎の様子です。今回乗車した小湊鉄道ですが、そもそもは上総中野駅が終点ではなく、さらに先阿波小湊までを目指す計画でした。房総半島中央部の交通の便を図る目的のほかに、日蓮宗にゆかりのある阿波小湊までの参詣客輸送を目的の一つにしていたため、房総半島を縦断するルートが計画されました。そして上総中野まで到達したところで諸般の事情で断念してしまいました。一方、いすみ鉄道ですが、木更津と大原を結び房総半島を横断する目的で計画された路線の一部です。前身は大原大滝間のいすみ軌道などでした。大正時代に改正鉄道敷設法により千葉県木更津より久留里、大滝を経て大原に至る鉄道が挙げられたことから、季節のいすみ軌道は木更津側の千葉県営鉄道久留里線とともに国営化され、木原線大原大滝間と久留里線木更津久留里間となりました。後に木原線は上総中野まで、久留里線は上総亀山までが延伸され、現在の路線形態となりました。その後、国鉄改革の一環で木原線はいすみ鉄道に転換され、現在の路線網となりました。小湊鉄道もいすみ鉄道も結果的に当初の目的を果たすことはできませんでしたが、終着駅同士で接続することで形は違いますが、房総半島の東西を連絡する目的を果たしたということになりました。今回は東京湾側の五井駅から太平洋側の大原駅まで小湊鉄道といすみ鉄道を乗り継いで房総半島を西から東へ横断してみました。五井駅を9時6分に出て大原駅に11時24分に到着、138分の移動時間だったわけですが、 JR 東日本の内房線、外房線を乗り継いで大原に向かった場合、五井駅を同じく9時6分に出発して普通列車のみの乗り継ぎでも、大原着は10時49分、移動時間103分、運賃は1170円と早くて安いのが実情で現実的です。したがって小湊鉄道、いすみ鉄道のルートはこの両線沿線に目的を持って乗車することとなるでしょう。そのためにも両社には沿線の魅力をもっともっと掘り起こしてアピールしてもらいたいと思います。この動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。